ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。お、久しぶりだな。はいはい。ね、生の声。はい。はい。もうここにいる方がやりやすいですね。まあ、そらそうだな。はい。はい、ということで、今日も3連戦を振り返るの時間です。はい。ということで。ね、勝負の8月。はい。なのに。なんだろうね。なのに。なのにな、ちょっと見えてきちゃったなっていうような部分もあるしね。ね、心の声。頑張れ言ってますね。そうだな、頑張れって。で、お盆休み、お盆休み、まあこれから入っていくけども、ね、ね、移動が大変なんだこれ。ね、もう夏休みですけど、お盆はもう一層混みますから。そうだな、うん。だからまあちょっと選手にとってはね、あのファンにもみくちゃにされたりだとか、うん、あとはなんていうの、電車の中いっぱいだとかさ、新幹線飛行機とかね。ね。まあコロナとかね、うん、あのかからないようにね、ね、うん、頑張ってほしいと思います。はい。ね、で、バウアーあのプレー見たみたいな。これちいちゃんが言ってますね。ね、なんかこう背面でね、ピュッと出したらグラブに入ったというね。あのプレーですか？はい。すごいですね。それはね、プロ野球ニュースでプレーオブザデイになってました。うん、おお。ね、すごい。ナイスプレーで。ね、なんかもう、ね、なんか何食わぬ顔してやってましたよね。そう、ね、で、乾杯はちいちゃんということで、はい、ね、久しぶりです。はい、お願いします。はい、まずは、はい、セリーグ、はい、どん、こうなりました。ということで、こういうことになりました、はい、この結果はちょっとね、偏ってますね、うん、まあ、ちょっと偏ったな、うん、どの対戦も3勝ということで、ね、はい、はい、ジャイアンツと阪神は阪神の3連勝、うん、ヤクルトと広島はヤクルトの3連勝、はい、DeNA と中日は DeNA の3連勝ということになりました。はい、はい、さあまず巨人対阪神、はい、ね、伝統の一戦と言われてる、うん、ね、巨人、菅野、グリフィン、戸郷、うん、はい、絶対負けれなかったんだけどもね。そうですね。で、阪神、西純也、うん、ビーズリー、うん、再起ということで、はい、ね、まあもう3勝って出てるけどから言うけども、うん、7連勝ということで ね、ここに来て絶好調という、まあ絶好調かっていうと、まあ、そうでもないみたいな感じなんだけども、うん、まあなんでか知らないけど勝つというね、うん、で1試合目、はい、7対6阪神、うん、でね、これはね、立ち上がり菅野を捕まえるんだ阪神打線がね、はい、で大山が初回にタイムリー、まあ2回には、中野がタイムリー、うん、で3回には西純也、近本のタイムリーで、あ、もう3回まで5点取っちゃうんだよね。そうですね。だからまあ菅野がゲームを作れなかったんだよ、うん、まあしかし、まあ、4回にさ、はい、元気なおじさん長野がね、うん、はい、6回にツーランを打つんだよね、うん、で岡本が、またツーランを打って、はい、1点差に詰め寄るんだよ、はい、まあ、しかし8回、うん、ね、あと2イニングっていうようなところで、まあ、どっちが1点先に取るかというところでね、うん、森下、阪神の、うん、これがランナー1塁で、はい、1塁ランナースタートするんだよ、フルカウントから、うん、でね、普通ね、フルカウントからスタートしたらワンアウトだっただけに三振しちゃいけないとかフォアボール取らなきゃいけないとか、そういうことを少し考えるんだけど、はい、森下が全くそんなこと考えてなかった。それはいいこと。いいこと、うん、で森下の特徴であるということ、はい、でもう全力で振っていくんだよね、うん、まあ、それがホームランになるんだよ、はい、でツーランホームランでもう突き放すんだよね、うん、まあ、しかしやっぱり初戦ということで巨人も黙っちゃいない、はい、ね、その裏ノーアウト1・3塁作るんだよ、うん、で秋広はタイムリーを打って、うん、で続く岡本、はい、左中間への当たりね、うん、これで秋広を一塁ランナー秋広が帰ってきたら同点だったんだけども、うん、そうでしたね。ノーアウトだっただけにさ、うん、まあ秋広がホームに滑り込んで、うん、セーブの判定だったんだけど、うん、岡田監督がリクエストを出してアウトになるんだよね、はい、それで1点差になるんだけどもさ、うん、でノーアウトまだ2、3塁を作れたんだよね、うん、だけど回してなんていうの、アウトになってしまうんだよね。その後後続が倒れるんだけどもさ、うん、ただね、やっぱね、サードコーチャーって難しいんだよ、うん、次のバッターが大城じゃなくなってんだよね、うん、岸田になってんだよね、はい、
でそういうことも考えたと思うんだよ、うん、瞬時にね瞬時にね、うん、で坂本もいなかったんだその試合、はい、途中から交代して、はい、だそういうことも頭にありながらやっぱ回しちゃったんだと思うんだよね。うん、まあ、やっぱサードコーチャーってね、うん、打線がどうなってるかとか今の打線がこのあと点が取れそうなのかとかいろいろ考えながらやってるからね、うん、難しい判断だったと思うけど、まあ、際どい判定でもありましたしね、うん、ただね、うん、秋広のねスライディングが足が浮いちゃってんだよね、うん、ベースの上で。なるほど。あれがスッと入っとけばさセーフになったかも分かんない。なるほど、うん、だからもうほんとちょっとの差で、うん、まあ負けちゃったんだけどもね。そうですね、うん、ただこの試合岩貞、うん、が投げてる時に、はい、その時にね8回、うん、で岡田監督の采配なんだけどさダメだと思ったら岡本の時に馬場行ったんだよね、はい、で馬場はなぜかというとあの精度がいいんだよコントロールが、はい、だからコントロールで勝負しようかなと思ったら、うん、やっぱねちょっと甘くなって打たれた、うん、そしたらすぐケイケラーにバトンタッチした、はい、今度はやっぱ力でいこうって。だからやっぱそういう選手もいるし、うんうん、その応える選手たちもやっぱり立派だったなと思ってさ、うん、で岩崎が、まあ、最後抑えて逃げ切るというね岩崎投手、岩崎ね、はい、うん、だからまあサヨナラのチャンスも作ったんだけどもさ、うん、まあちょっとねこ、もう手の打ち方がなかったというね、まあね、まあ、最後北村が出てきたけどもね、最後の最後までどうなるんだろうというような試合でしたが、うん、まあいい試合だったよね、うん、1点差で阪神の勝ちでしたね、はい、はい、で2試合目5対2、うん、まあ阪神、はい、これ7回にゲームが動くんだよね、はい、梅野のタイムリー、うん、まあしかし、その裏3人で終わるはずだったんだけど、はい、ああレフトフライだと思って、うん、あライまあ左中間に飛んだんだけど、うん、ああ取られるわと思いながら、うん、そしたら島田がさこう余計なことしてお落球しちゃうんだよね近本がもう取る構えしてたんだよ、うん、だから落球して、はい、その後代打中田、うん、ね後ろに坂本見せてるんだよ、はい、ね、そしたらやっぱ勝負に行かなきゃいけないんだよ、うん、中田と、うん、まあ外して本当は中山ライトだったんだけど、はい、中山ライトを引っ込めさしておいて、うん、坂本見せてるんだよ、うん、で中田と勝負行って中田が逆転のツーランホームラン打ってんだよね。あこれはもう厳しい決まったと思ったんだよ、はい、あこれこのやり方はやっぱこう両監督ともね、うん、まあ狐と狸かみたいなそんな感じの馬鹿試合をやってんだけどさ、はい、まあ、しかし8回鈴木から中野が同点ホームラン、ね、本当に2号ホームランだよ、うん、シーズン始まってきてて1本しか打ってなかった、うん、はい、ここで1本出るかって思うよね。出ましたよね、うん、しかし立派なホームランだったね。この試合ね中野が絶不調だったのよ、うん、あんま良くなかったのよ、はい、三振三振とかさショートゴロとかさ、うん、まあ、そんなんで全く結果が出てなかったの、うん、まあ、そこなんだよねミソが、本当だったら当たってたらおそらく左行ってたと思うんだよ、うん、でも当たってないから多分右で行ったんだと思うんだけど、はい、あそこで中野がやっぱ打つんだよね。でね、これでね同点になりますからね。そう同点になって2対2で延長になるんだけど、うん、で延長11回、うん、森下がフォアボールを取る、はい、やっぱね阪神のね今年の強さっていうのは、うん、やっぱこういうフォアボールを取れるっていうのがすごく大きいよね。他チームから比べると100以上違うもん、うん、だから森下がフォアボールで出るでダイソー上田、はい、これ走ってくるかもわからない。でも大山の苦手なあの球は速いインサイドのまっすぐなんだよね、うん、他は結構まんべんなく打つんだけど、はい、そこの1点は弱いんだよ、うん、ね、でダイソー上田走ってくるかもわからない、はい、ね、大山に対して外のまっすぐ要求しちゃったんだよね、うん、それがライト前ヒット、はい、で1・3塁を作られるという、うんうん、でまあ島田がねショートゴロで、うん、ランダムプレーになりながら、はい、2・3塁になっちゃうんだよね、うん、で佐藤を申告敬遠して満塁を満塁にする。そしたらまた梅ちゃんがセンター前に落としてしまうこれはね、はい、ライトゴロにはなったんだけど、
あのセカンドランナーの島田がスタートが遅れてサードに刺されるんだけど、うん、まあ、満塁だからサードランナーはあのホームにするよね、はい、で木浪がいいな木浪が2点タイムリーダメ押しを打っていくんだよ、うん、うん、まあこの試合でね、まあ、いろいろあったんだよね、はい、あのブリンソンがはいはいね、全力疾走しないとかあの確信してね、うん、実はホームランではないかなかったんですけど、そうそうそう、ホームランかなみたいなところで ね、まあいろんなね物議があるけども、うん、それも動画にしてるからちょっと見ておいてほしいんだけどもね、そうですね、うん、だからまあその2点タイムリーで勝負がありと、うん、で今日、はいね、5対2、うん、また同じスコアですね、うん、まあ阪神というね、はい、1点リードされた7回、うん、ミスから同点、はいね、近本のツーランで3点取るんだ一気に、うん、ね、まあ吉川のダブルプレー崩れの間に1点先取してたんだけどもさ、巨人のね、あミスから、同点にされ近本のツーランホームランで3点一気に取られるんだよね、うん、で8回坂本のソロホームランで1点差、ねえ、ね、追い上げてきましたけど、もう続くブリンソンが、うん、ショートゴロで全力疾走して内野安打、お前早いやないかいみたいな、そうですよ、ね、で内野安打、ダイソー増田が盗塁、うん、ね、大城のヒットで、ノーアウト、あ、ワンアウト1、3塁作るんだよ、はい、でバッター中田、うん、ね、梶谷を持ってくる、最強を諦めて、うん、梶谷が中田を三振、はい、ね、代打岸田、島本を持っていく、うん、サードゴロ一人一冊で来るんだよ、ね、この細やかな系統、はい、それと期待に応えられる選手たちね、うん、これはすごいと思うわ、はい、で1点差で迎えた9回、うん、ね、一塁にランナーを置いて、まあ、糸原を代打に出すんだけど、うん、まあ、巨人ベンチが左目の高梨を持ってくる、だから代打の代打原口が出てきて、はい、初球ツーランホームラン、うん、ね、もう絵に描いたような采配だよ、本当ですね、それがハマりますもんね、ハマ、うん、るな、でね、巨人の方も手は打たなきゃいけないんだよやっぱり、うん、ね、手は打たなきゃいけないんだけど、打ったらことごとく裏目に出てんだよね、うん、この3連戦っていうのは、なるほど、うん、だからやっぱ悔しいだろうとは思うけど、ね、まあこれが今チーム力としての差なのかなっていうような、うん、まあそんな感じもするよね、はい、で阪神が7連勝、うん、うん、で才木7回3分の1、うん、117球8安打2失点、はい、で戸郷6回3分の2、120球3失点というね、うん、まあ戸郷も、まあ、前回の登板149球かな、まあ、投げた割にはさ、すごく頑張ってたよ、うん、疲れも見せずにね、はい、うん、だからちょっと戸郷の投げっぷりっていうのは痛々しく感じはしたけどもね、うん、でも最近もなんかこう変化球に頼るところがあったんだけど、今日は立ち上がりからまっすぐまっすぐでさ、うん、押していったっていうのはまあ良かったかなっていうふうには思うよね、うん、なるほど、うん、ただやっぱこう原監督と岡田監督のやっぱこう采配の仕方見てて楽しかったね、豊さんね、あのどちらもあの、うん、同級生と一つ先輩ということで ね、まあ、日米野球でね一緒のチームでやったりとか、若い頃から知っているお二方なので ね、まあ余計にいろんなこと思いながら見てたと思うんですけど、本当に岡田の親父は大したもんやな、はい、まあ原監督も必死に笑顔を見せながらね、うん、投手交代の時投手をなだめて、ね、交代させてたけど腹の中はもう煮えくり返ってたと思うよ、なるほど、うん、うん、ね、ね、まあ、まあそういう3連戦でした、はい、ね、はいはい、続いてヤクルト、うん、広島、はい、ね、ヤクルト石川ロドリゲス、うん、ピーターズ、広島栗森床田、はい、ね、ここも3連勝なんだけど、うん、5対4、はい、ヤクルト、ね、この試合から4番に西川が帰ってくるんだよね広島のね、はい、そうですね、まあ、心強いバッターが帰ってきたなと思ってさ、うん、その西川が初回にタイムリーなどがあり2点先制するんだよ、はい、
で2回にはね坂倉のホームラン、うん、でまあどんどん点は取っていくんだけどさ、うん、まあヤクルトも追っかけるよね。2回塩見のタイミングなので一挙3点で追いつきますね、うん、同点になるんだよね、うんうん、で3回には村上のホームランで勝ち越すんだよ、うん、いや村上当たってきたね。ねで7回小園の内野安打で同点も、まあ、山田の二塁打のタイムリーで、1点勝ち越して逃げ切るというね、うん、だから、まあ、この中で名前が出てきたのが、うん、村上山田、はいね、このやっぱ2人がやってくれるとやっぱ点は取るし、うん、勝ちゲームに持っていけるよね、うん、で石川がもったいなかったね。でも石川はね3点取られながら、ねうん5回を投げ切って3失点、うんまあ、立ち上がりだけもったいなかったけどさ、まあ、200勝までねあと15勝ね、なんとか勝たせてやりたいな、石川にはね。ね、うん、石川投手大好きですからね。本当だよ。ね、はい、でねこの試合でね珍しいのは、うん、栗がね5四死球を出してんだよ。おそうですね、うん、フォアボール5つ。そうそう、はい、で広島はねこれ計8個出してんだよね、うん、だから広島の投手陣にしてみればすごく先発ピッチャーとか安定してたのに、はい、クーリなんかはハイクオリティスタートっつって、うんうん、7回を2失点とかもう何回もやってるピッチャーがもうゲームを作れなかったんだよね、うん、だからちょっと疲れがきてんのかなというね。そうですね、まあ、そんな感じがしたし、まあ、8球を出して勝とうっていうのはね、なかなか厳しいよね、うん、はい、まあそういう初戦でした、はい、で2試合目、うん、11対5、はい、ヤクルト、はい、まあ、3回、フォアボールを四球とかね、うん、村上サンタナ中村が3連打で満塁にするんだよ、はい、で北村、うん、ね、中央大学中央大学、はい、ね、満塁で回ってきました。はい、こちらはね豊さんの後輩になりますが、はい、でプロ入り初安打が満塁ホームランという、はい、今年ルーキーのね、うん、うん、でね大学の時も初打席初ホームランだって。でねオープン戦の時も初打席が初ホームランじゃなかったかっていう話だったんだよね。これすごいですね。すごいよね。ないですよね、うん、しかも今回は満塁ホームランということですね。そうそう、だから北村は初安打っていうよりも、うん、初打点の方が先に来てんだよね。その前の打席犠牲フライ打ってるから、はい、うん、でこの日5打点という大活躍でね、本当ですね、うん、よくバッティングに応えたなと思ってね、うんうん、でこの回一挙に7点取るんだよ、ね、これでまあほぼ勝負ありということで ね、まあただ広島は復帰の西川や坂倉のホームランなどで追いすがるけども、うん、やっぱ7点が効いてるわな。で北村にマネホームラン打たれると思ってなかっただろうし、うん、いやー思い切りのいいね、あの森下と、うん、ね、阪神のね、阪神の、はい、もう本当に中央の時ブリ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 振ってたんだろうね。いや俺らもフレ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 言われたけどさ、まあそこここに来てなんかそういうものが生きてんのかなと思うよね。で初登板のロドリゲス、うん、ね、初登板で初先発で勝ち投手というね、はい、ヤクルトのね、はい、ピッチャーですね、うん、5回89球6安打、うん、1四球1失点というね、はい、これね意外にコントロールがいいんだよね、うん、それとね、うん、ゆっくりしたフォームからこのフィニッシュの時だけピュッと速いんだよ、うん、だからタイミングが取りづらいのと、うんうん、やっぱこう自滅型じゃないからおそらくね勝っていけると思うよ、うん、このピッチャーはなんで今までいなかったのかみたいな。まあそのこと言ってもしょうがないんだけどもさ、ね、すごい、うん、顔がちっちゃいスタイルのいいピッチャーですね。そうだね、はい、でこの2試合見てみると広島がやっぱこう投手がね打たれる傾向にあるようになってきてるというね、うん、だから3試合目、はい、ね、とこだに頑張ってもらわなきゃいけない。そうなんですね。しかし13対3、はい、またすごい、ね、点になってしまいましたね。うん、だからもうこれ話すことないんだけどさ、うん、ヤクルトが18安打13得点、うん、ね、初回に6点だよ床田から。そうですね、床田も栗と一緒でハイクオリティスタートを何回もやってるピッチャーで、うん、もう実に今年なんかは安定してたんだけど初めてかなこんな崩れ方したのはね、うん、でもう初回に6点、ね、
村上が2点タイムリー、サンタナが3ランというね、うん、もうこういうことで7回には村上が22号の3ランホームラン、うん、今日5打点ということで ね、まあ、一気に勝負を決めていくわけだけども、やっぱりヤクルトの打線のこう迫力が出てきたなっていうような感じがするよね、うん、それで広島は4連敗、はい、ヤクルトは4連勝というね、うん、でピーターズ、うん、これもやっぱ安定してるね、このピッチャーは、うん、ものすごく丁寧だし点を取ってもらってるんだけども、はい、雑にならないね、このピッチャーは、うん、7回を1失点というふうにしっかりまとめて、はい、まあ、勝ち投手になったというね、うん、ただ心配なのはやっぱり広島の投手陣ちょっと疲れが来てるのか、これね、うん、神宮でね広島弱いんだよ、うん、なんでしょうね、なんでかね、でね松田行くとヤクルトが弱いんだよ、なんでしょうね、ねえ、これ内弁慶シリーズってよく言われてるんだけど、うん、まあ言われたのが甲子園行ったら DeNA は弱い、でもホームに戻ると阪神が弱いというさ、まあそういうことがあったんだけど、先日ね3連勝したじゃん、うん、阪神が、うん、だからまあそんなことも言われなくなったけど、うん、ここの神宮と広島で戦うときは全く違うんだよね、あの広島がね上位でいるのはやっぱそういうところをなくしていかないとね、うん、ちょっとやっぱ2位とかまだまだ優勝狙うっていうんだったらやっぱ苦手をなくさないとね、ここの3連敗はすごく痛いですよね、痛いよ、阪神が阪神見てごらんしてるところで、だからこれでも一気に3ゲームに開くわけだから、うん、そうですよね、うん、だからもったいなかったね、はい、ただヤクルトはね、うん、調子が上がってきたね、はいはい、はい、続きまして、うん、DeNA 対中日、はい、で DeNA 今永、バウアー、浜口、うん、ね、中日が小笠原、鈴木、中地、はい、ね、7対4、1戦目、うん、ね、DeNA、はい、初回今永が4点失うんだよね、そうなんですよね、おお、どうしたどうしたみたいな、うん、思ったんだけど、まあ牧が同点、決勝タイムリーと2本のタイムリーで勝つんだけどもね、はい、まあエースと4番で勝ったという、うん、まあ今永は勝てなかったけどもね、はい、で3回には外のツーランホームラン、うん、続いて太田が、ソロホームランというね、はい、まあ1点差に追いついて、まあ牧の決勝タイムリーが出ていくんだけども、うん、佐野も8回にタイムリー内安打とかね、はい、まあ重かったんだよすごく、うん、雰囲気が、うん、DeNA はね、はい、阪神に3連敗して、うん、で、まあ、この試合でね4点をひっくり返したっていうのはすごく状態的には良くなってきたし、なんかこう一体感を感じたかった、一体感を感じたね、なるほど、でファンとのやり合いとかさ、うん、この野郎とかね、まあいろいろごちゃごちゃあって、はい、やっぱもうそういう声ももう払拭するためにみんな頑張ろうよみたいな、うんうん、なんか一つになれたのかなっていうような、うん、で佐野の悔しい思いもね選手全員に伝わっただろうし代打出されて ね、 そうですね、でもそれがなかったらできないのかっていうようなこともあるし、うん、なるほど、いやいやもうねまだまだ上のチャンスあるわけだから、うん、ね、もういつもこういう感じで戦ってほしいなと思うよね。ね、牧選手も言ってましたもんね。そうだね。諦めてませんっていう。そうだね。まあ諦めたら終わりだし、うん、ね、頑張れ頑張れ。はい。うん、ただ中日の方は、うん、エース小笠原、うん、6回3分の1、100球を投げ、6安打4四球、うん、まあ1つのデッドボール、うん、まあ都合5つ余計なことしたっていうことだよね。ここの四死球ですね。そうね。うん、で6失点。はい。やっぱね。この4点取ったらね、エースだったら勝たないかんわ、もう仮に逆転されたとしても勝ちの権利を持ってマウンドを降りて他のピッチャーに渡すとか、うん、そういうことじゃないと小笠原ずっと悪いからね、あんまり良くないからね、うん、だからここら辺ちょっと頑張らないと ね、中日のエース顔になっていくんだったらね、うん、でいいですか、はい、はい、2試合目8対2、はい、DeNA、はい、バウアー、うん、7回100球、4安打、10三振、無失点という、7回108球ですね、108球か、はい、はい、無失点というね、ね、10三振、やっぱね、あのナックルカーブ、はい、あのキレなんか抜群だね、
でね、やっぱスタミナが違うわ、うん、いつまで投げれるんだろうっていつも期待してしまいますが、あだからこの前は延長10回投げ切ってるから、うん、はい、今日はちょっと、まあ、点差も あったからね、うん、下ろしたけどもね、やっぱタフだなこのピッチャーは、ね、気持ちもタフだわ、うん、でね、打線がつながるようになってきたね、いいね、うん、はい、で宮崎もヒーローインタビューの時に言ってたけども、はい、まあこの前バーバーが投げてる時に援護してあげられなかったから、うん、まあ点を取れてよかったって、うん、まあ宮崎が先制打を叩き出すんだけどもね、はい、うん、だからまあ佐野とか宮崎、牧、うん、外、うん、まあなんかがタイムリー打ってるんだよね、はい、うん、だから役者がさやっぱ打たないと繋がらないということだよ ね、うん、そうですね、だからこの試合なんかはもう佐野、宮崎、牧、外なんかが、うん、まあ、タイムリーを打ってるし、うん、非常にいい状態になってきてるかなっていうふうに思うよね。だから一つのことがきっかけになり、はい、ね、こういう力を出してくれるんだったらまあ頼もしくなってきてるよ、ね、うん、中日はね、うん、元気がない、まあ元気出せっていうのもバウアーにも抑えられてるから元気も出ないんだろうけどもさ、うん、まあ、7か月で10三振食らってるわけだから、うん、まあ元気はないにしても、うん、なんかねちょっと、うん、覇気がないというかさ、うん、もう少し元気よく若手が多いしやってくれればいいのになとは思うけどね。なるほど、はい、はい、で3試合目は5対1、うん、DeNA、はい、ね、まあ、2回強打の内野安打で先制、うん、はい、でルーキー対決、うん、中地もそうだけど、そうですね、林の2点タイムリーで3点を取るというね、5回には牧の2点タイムリーで突き放すという、うん、で今季は浜口が初勝利、ね、もうねそれも完投するというね、完投できるぐらいのスタミナ持ってるんだよね浜口は、はいはい、でね浜口がね良くないところは立ち上がりだけなんだよ。なるほど。で立ち上がりさえ抜けてくれたら、うん、ねこのピッチャーは勝てるのに勝てるのにと思っていつも立ち上がりやられる、もうそこが問題点だったんですかね。でねフォアボールでやられるんだよ。なるほど。で制球乱してコントロール置きに行ったところを打たれるというね。ただこの試合は9回111球、うん、7安打1つのフォアボールしか与えなかったとね。で1失点、はい、ね、まあ立ち上がりに大島にフォアボールを出しただけであと出さなかったという、うん、まあ見事なピッチングだよね。はい、いやだから本当浜ちゃん良かったなと思って。ねえ初勝利完投で。もう本当苦しんでたからさ。よかった。まあ浜ちゃんの笑顔は最高だからね。これからも見せてください。はい。ね、でねこの試合で岡林が23試合連続のヒット。うん。ね、しかし4連敗で借金23ということで。ねえ。まあ中日もうちょっと頑張れ。ねえ、ね、なんとかね。なんとかね。うん。うん、頑張ってほしいと思います。はい。ということで、なんということでしょう。それにしても阪神は、うん、強い、ね、強い強い強いっていうか、うん、まあ日替わりでヒーローも出てくるし、はい、うん、巨人阪神戦っていうのは巨人がやりたい野球を阪神がやったね。なるほど。ここでホームランが欲しいって言ったところで。ホームラン打ったね阪神が、まあ、中野にしたって近本にしたって原口にしたって森下にしたってそうだけど、うん、はい、本当は巨人の野球なんだよねホームランで打ち勝つっていうのは、うん、それは阪神がやられてる、阪神にやられた、うん、ね、阪神が見せつけた、ね、阪神は強いよそれにしても、ね、うん、まあなんかねこう調子が悪いかなって言ってもこう盛り返してきますね。我慢する、うん、膠着状態の時に我慢する、うん、で粘って粘って勝機を後半に見出してくる、うん、ここが強みだ なだから阪神は立ち上がりに攻めることもあるけども、うん、大概にして6回以降、うん、得点能力が上がるような気がするよ、うん、でダイソーの出し方、ダイソーでも3枚ぐらいいるからね、うん、うん、島田、上田、熊谷とかさ、うん、走れる選手が3人ぐらいおるからポンポン出してくるよ、うん、だからやっぱ強い ね、はい、はい、というセリフです。はい、
はい、続いてパリーグ。続きましてパリーグです、はい、パリーグの結果は、ソフトバンクと楽天だけ1試合雨で台風で ね、中止になりました。中止になってしまったんですが、はいはい、あとは3試合ありまして、はい、ロッテとオリックスはオリックスの2勝1敗の勝ち越し、はい、日本ハム西武は西武が2勝1敗の勝ち越し、はい、ソフトバンクと楽天は1勝1敗ずつということになりました。まずロッテオリックス、うん、ね、カスティーヨ、ミマ、タネイチ、はい、オリックスは山本、宮城、ワゲスパック、はい、ね、試合目、うん、2対0オリックス、うん、ね、山本です、はい、ね、山本7回110球、4安打無失点、うん、11勝4敗、防御率 1.57、 すごいね、やっぱりね、うん、でね、この試合でね、初回帰ってきた太田、はい、まあ、1番ですぐ使うんだよね、うん、でいきなりの二塁打、うん、で中川が先制タイムリーという、うん、ね、3回には、森、うん、がタイムリースリーベースとかね、はい、まあただこれは白棒とかがあって、うん、ボールを見失ったらボールが三塁打になるとかさ、はい、まあ、そういうことも起きてんだよね、うん、で安田がちょっと孤立するとかさ、うん、まあ、そういうことにもなってんだけど、はい、ちょっとロッテの方は、うん、ファーストの守りが良くないね、うん、特にファースト、はい、で安田をこうファーストに使ったりとか、その前は山口を使ってたんだけど、うん、山口の守りもあんまり良くないのよ、うん、で安田もなんかファーストに慣れてないのかわかんないけど、うん、あんまり良くないよね、うん、だからまあここら辺やっぱこう優勝するまた狙うには、うん、やっぱ守備からの破綻というのはなくさないと、なかなかやっぱこう山本が投げてる時とか、うん、そうなってくると、ちょっと苦しいよね、うんうん、こう記録ではねエラーっていう風になってなかったりするんですけどね、ちょっと反応が悪かったりとかするんだよね、うん、見てるとね、うん、だからまあホームグラウンドでやってるわけだからさ、うん、だからまあそこら辺は早く慣れてほしいなと思うよね、ファーストにも、はい、うん、ただカスティーヨも悪くはなかったんだけどね、はい、まあ、そういう白棒でボールが見えなくなったら足引っ張られたりだとかさ、うん、ちょっとカスティーヨにはちょっと気の毒な試合だったかなっていうふうに思うんだよね、はい、はい、で2試合目、うん、8対3、はい、オリックス、うん、うん、まあ、3回中川先制タイムリー、タイムリー2塁打、うん、5回には中川がタイムリーなので2点を取り、はい、7回は太田ツーラン、続いて中川が、うん、またツーランという、ねね、中川は、4打点、うんうん、まあ、ただその裏に7回裏に、藤原荻野のタイムリーで3点返すんだけど、うん、ちょっと遅いね、反撃が、で三馬が3失点、坂本が4失点というね、はい、まあ続けざまにやられるというね、うん、ちょっとゲームを作れなかったかな。でね、この試合でね、中軸のポランコ、山口、中村が打ててないのよ、うん、はい、うん、だからここは本当に4番、5番、6番ぐらいで入ってるわけだから、うん、まあ、ここら辺が機能しないとやっぱどうしても得点力っていうのは下がるよね。で宮城も非常に要所を締めながら、はい、抑えていくんだけど、はい、まあ大量点をもらってからちょっと気が緩んだかな、7回には、うん、まあ、3失点するんだけどもさ、はい、うん、まあ、だけど宮城もしっかりゲームを作るよね、うん、だからまあここら辺やっぱこう強いなと思うな、うん、うん、はい、はい、で3試合目、3対1、うん、ロッテ、まあ、種市が自身最多の、ね、9勝目を挙げるんだよね、うんうん、で7回95球4安打、はい、無失点ということで、うん、まあ、この試合でブロッソ来日初ホームラン、はい、まあ、ツーランを打ってくれたというね、うん、で、まあ、3点を取る、はい、まあ、3対1というゲーム、また点は取れてないんだけども種市の好投で、まあ、勝てたというね、うん、いうゲームだったんだけど、はい、まあ、ロッテは4連敗してたんだよね、タネジが止めたというね、うん、ただまあ2試合目にも言ったけど、この試合でもポランコ、山口、中村が打ててないというね、うん、だからここら辺はやっぱこう打順の入れ替えだとか、まあ、そういうことを少し考えないと、うん、
ちょっとやっぱこうピッチャーが苦しくなってきてるだけに、先発ピッチャーがね、うん、ここらやっぱり少し打ってくれなきゃ困るよ。ただ、やっぱ中継ぎ陣がいいね、うん、東とか、はい、ロッテはね、ロッテですね、あ、うん、東条とか、うんうん、あとは横川、はい、横山か、うんうん、とかね、はい、非常にいいピッチャーがいるんで、はい、だから、まあ、そこら辺にうまくつなげるように、まあ、序盤ゲームを作れるといいよね、うんうん、はい、はい、まあ、そういう試合でした、はいはい、続きまして日本ハムファイターズ対、西武ライオンズ、はい、ね、日本ハム加藤、マーベル、うん、根本、はい、で西武のは高橋光那、隅田、与座、はい、ね、1試合目6対3、うん、ね、西武高橋光那、うん、8回116球4安打6三振、うん、2失点という9勝目、はい、ね、ね、ちょっと一時期ね、負けが重なる時があったんですけど、そうだね、うん、本当だね、うん、まあでもなんていうの、ある程度抑えはしてたんだけどもさ、うん、まあ、打線の援護がなかったりだとか逆転食らったりだとか、はい、まあ、そういうことがあったからね、うん、でね、この試合は6試合ぶりにね2桁安打をね、はい、まあ、西武が打つんだよね、はい、まあ、初回から昼間ヒット、ツーアウトからまあ、先頭で出てね、昼間がね、牧野、外崎、中村、まあ、佐藤の4連打で3点をいきなり取るんだよね、うん、まあ、これね、初回に3点を高橋にプレゼントしたら、うん、それはやっぱ高橋は少し楽に投げるよね、うん、で牧野は3回にソロホームラン、はい、まあ、そういうことで突き放していくというね、うん、で日本ハムも奈良間が8回にソロホームラン、9回には清宮がソロホームランで、うん、まあね、反撃はしていくんだけども、はい、まあ、ちょっと遅かったかなというような感じがするよね、はい、でこの日、うん、1番に入った蛭間、うん、まあ、2安打という活躍をしてくれたんだけども、はい、蛭間はあの後半に入って、オールスターだけ後半に入ってね、使われたら13打数6安打と好調なんだよね、うん、で左投手には4割1分2厘、うん、左に打てるんだよ、うん、いやだから、まあ、西武の課題とすれば1番バッターが課題だったんだよね。だからそこに蛭間がプタッと収まると、で打ってくれると、うん、非常に打線はつながってくるような気がするね。なるほど、はい、はい、で2試合目、うん、6対0、はい、西武、はい、隅田完封しましたねえ。ね、あれだけ勝てないとか、ね、投げたら負けるとかいろいろ言われたんだけど、まあ、今年はね、うん、そういうものを払拭しながら、うん、で完封という、今日はね、この試合は ね、で9回132球、うん、5安打11奪三振、うん、2四球無失点という、ね、うん、でね、これで感心したのは、うん、1番から4番まで、清宮までね、うん、完全に抑え込むんだよね。だからまあ得点危なげがないというかさ、うん、で9回にエラー絡みで満塁を作るんだけども、はい、まあ、松本剛を、まあ、サードゴロで打ち取るというね、うん、これ完封できたかできないかはすごく大きいからね、うん、うん、ね、ただこの完封劇に、手助けしてあげたのが源田の2点タイムリーと、はい、まあ、7回は外崎が走者一掃の、まあ、タイムリーというね、うん、で日本ハムはエラーと四球が絡んで、失点をしているというね、はい、うん、でも隅田が一皮むけたかなこれでな、うん、やっぱいいピッチャーがいるからね、高橋光のはじめ今井だとか、うん、はい、あ、そういうピッチャーが、平もいるよね、うん、ああいうピッチャーを見習いながら、まあ、全員右なんだけど、なんかこう気持ちの部分だとか、打者に向かっていくとかそういうことを勉強してるのかなと思うよね。うん、うん、やっぱりいいピッチャーがいるところはいいピッチャーが育つもんね。うん、うん、真似してね。うん、うん、だから本当におめでとう。ね、よかったですね。本当によかったね。で3試合目、はい、6対5、うん、日本ハム、はい、うん、これ与座が投げてんだけどさ、うん、与座この前完封してんだよね。ね、で与座がゲームを作れないんだよ、はい、
4回3分の2、6失点で、自責は3なんだけど、まあ、ちょっとエラーが絡んだりもしてね、気の毒な面はあるにしても、うん、ちょっとゲームが作れなかったね、うん、で5回に蛭間がスリーランホームランで同点にするんだけど、その裏、五十幡がチャンスを広げてね、清宮の犠牲フライ、万波のタイムリーとか言って、まあ、すぐ突き放されるというね、だから万波なんかこう詰まってんのかなんのか知らないけどさ、打って上見てボール探してんだよね、自分の打球をね、いやいや、お前タイムリーだからみたいな、すんなさいみたいな、まあそんな打球を打ってたらまあ面白いよね、すんなさい、だからまあリードを3点と広げて、はい、まあまあ9回には2点を取って追い上げるが、まあ西武がね、2点を取るんだけども、ただこの犠牲フライで2点取るんだけど、犠牲フライのうち1本がヒットでつないでたら、この試合はちょっと分からなかったよね。ただこの試合で五十幡が3安打とかね、チャンスメイクというか、まあ広げたりとかチャンスを作ったりとかする、まあこういうバッターが 1,2 番にいてくれるとやっぱクリーンアップは頼もしいよね。まあ根本が今季初勝利かな。はい。はい、よかったね。はい。はい、まあそういう試合でした。はい。はい、最後、ソフトバンク楽天。はい。ね、1試合目は有原。はい。3試合目、中止は別として3試合目は和田。で楽天の方は早川。はい。田中マー君。ね、1戦目9対3楽天。はい。ね、これはね、終わってみればね、15安打9得点ってまあ大勝なんだよね、で3対3で迎えた7回、阿部がゲッツー崩れの間に阿部のね勝ち越しを取るんだけど、これがねちょっとした乱れなんだよね、で清宮と多分三森だったと思うんだけど、セカンドが、ちょっとね今宮のボールが、こっちにずれるんだよね、センター寄りに、だから取ってからちょっと遅れるんだよ。なるほど。その分セーフで、これゲッツーだったら勝ち越し点なかったんだけど、まあ勝ち越し点を取られるというね、もうほんとちょっとした差なんだけどね、ただこの試合で阿部が3安打2打点というね、まあ阿部らしいバッティングができてきたかなっていうね、で9回には5点を取り大勝という、はい、ね、ソフトバンクは近藤のスリーラン、まあ一時同点もね、ただ早川もね、もう少し丁寧に投げなきゃいけないところはあるね。勝ちはしましたが、勝ちはしましたけどね、なるほど。ただソフトバンクの方は8四死球、ね、トータルで、でゲームをピッチャー陣が作れないというね、だからもうここら辺ちょっとね、ソフトバンクって言ったらピッチャーが優秀でとかね、言うけど、やっぱりいろいろ戦列を離れたりだとか、いろいろ故障者も多いし、ここら辺でちょっと苦労してるのかなとか思うよね、はい、はい、で最後、今日です、ね、11対4、ソフトバンクがやり返したという、ね、試合なんだけど、まあ久しぶりにソフトバンクが爆発したよね、14安打、はい、1番から4番までで9安打6打点という、まあ、上位打線も頑張ったというね、はい、まあ大体その今宮とか甲斐とか下位打線が頑張るケースが目に映ってたんだけども、この日1番三森、はい、3安打が大きかったね、うん、やっぱ三森の足で点を取った1点もあるし、やっぱ三森が1番に入ってね、足を使えると非常に大きいなというね、で近藤がやっぱこう当たってるだけにね、まあ、上位の近藤より前のバッターたちが出ていくと大きいよね、でこの試合下位打線も今宮タイムリー、下位が3回にソロホームランとかね、はい、非常に打線が久しぶりにつながったっていう、だから見ていてやっぱ一番バッターのソフトバンクは特にだけども、まあ他のチームもそうか、一番の重要性っていうのはすごくあるね、なるほど、だからソフトバンク一番をね、固定できるようになってくると打線はつながるのかなっていうふうには思うよね、はい、で、はい、この試合和田、ベテラン同士の投げ合いでした。5回3分の2、92球、1失点、6勝目、和田がね、ね、楽天マー君、
5回3分の1で84球7安打6失点、うん、自責も6ということで、うんうん、でマー君が6勝7敗、ね、また負けが先行しちゃったという ね、 ねでやっぱマー君がやっぱ勝たないと、うんうん、やっぱローテーションピッチャーが負け越してるようではやっぱ楽天上に行けないよなかなか、うんうん、だからもう少し頑張らないとな、うんまあ、頑張ってるんだろうけどさうん、点も取り出したからねマー君の時に援護点がない、うん、援護点がないって言いながらも、うん、あの取り出してるからねだからもうちょっと頑張ってほしいなと思うねはい、はいはい、それで想定内予想通りその中でも丸々というねうんまあ、うん、何が想定内予想通りっていうとまあオリックスだな、うん、オリックスが順当だなっていうような、うんまあ、感じがするよね勝ち負けの勝敗の数っていうのもそういうことなんですか。まあまあそうだね、うん、まあ予想通しっていうのも山本とか宮城は勝つだろうなとかなるほど、うん、そういうことがあるし、うんうん、まあ想定内ねなかなか難しいけども、でその中で想定外なことっていうことですかね〇〇〇は何が起こったんですか想定外想定外というかまあニュースになるようなことまあねまあ隅田がねああね完封したりだとか、ねまあ、想定内ではないと思うんだよ、うん、で予想もしてなかったと思うんだよなるほどで想定外なことが、まあ、隅田がよく頑張ったと思うしねうん、うん、でマー君が勝てなかったっていうこともちょっと想定外だし勝ってほしいということでもあったしねうん、うん、でも山本とか宮城は勝つしうん、ね、まあそういうことで、ねねまあ、ロッテもちょっと頑張らないとなそうですね、うん、なんかこのままなんかオリックスがいやいやもう突っ走るよねこれは突っ走ってしまいそうな勢いになってますよ ね、はい、今ね、うん、まあまあそういうことでね、はいまあ、お届けしましたけども、はい、まあ本当に、まあ、セ・リーグでは阪神、うんね、パ・リーグではオリックス、うん、もう大阪の戦いになっちゃうよっていうような感じがするし ね、まあクライマックスシリーズがあるからまだどうなるかは分からないけどもね、うんうん、だからまあ本当に踏ん張りどころ8月 ね、 ねもうみんなが口揃えて8月は勝負の月だって言ってるし、うん、だから本当に頑張らないと ね、うん、でただねオリックスの方はね本当にね2勝1敗とか1勝2敗とか、うん、なんかこうずっとこういうペースでいってんだよね、うんただセ・リーグの方はなんか加速しやしたチームと調子を取り戻したチーム、うん、なんか調子がおかしくなっちゃったぞっていうようなチームもあるし、ね、まあ頑張ってほしいよね。ね、そういうところで阪神は次はヤクルト、うん、ね、ヤクルト今調子が上がってきてますし、ね、そうだね、面白い戦いになるかもね。そして巨人と DeNA、まあ、DeNA は上り調子だし、うん、巨人は疲れてんじゃないかなと思うよちょっと、ねここね、阪神との戦いで順位もこう隣り合わせなんで関係してくるのね、まあ、そうだねであとは中日と広島そうだねまあ言っちゃ悪いけど広島は落とせないよね、うん、ちょっとね嫌な感じで今回、まあそうだね、3連敗しているのでどうなりますか、はいまあ、パ・リーグの方は楽天オリックス、うんロッテ西武ソフトバンク、はい、日本ハムということですね。はい、はい、まあどうなるかね、うん、はいお盆休みでお客さんファンとかね、うん、たくさん来ると思うのでね子供たちも ね、 ね生でいい試合ね見る機会なの で、ね、で全力疾走ね、それは、はい、打ったら走るということを心がけて頑張ってください。はい、はい